撮影が行われたペナン、ローカルヒーローは1983年のイギリス映画、ヒューストンの大手石油会社の調達部に勤めるマッキンタイヤーはポルシェに乗り自由な暮らしを謳歌するエディートサラリーマンであった。些細なことから会社が石油コンビナート施設を建設する予定のスコットランドのひなびた村に用地買収の社名を追い派遣されることになったが出発前に 社長のハッパーに呼び出され仕事とは別に奇妙な依頼を受けた。スコットランドに到着すると、現地支社から案内役のオルセンが迎えに来ており、アバディーンの研究施設で計画の概要を見学してからオルセンと共に現地へと向かった。入り江の村に到着し、会計試験宿屋の主人のアーカートと協議した結果、アーカートが 村の取りまとめ役となりようち買収の交渉を行うことになった。アーカードが村の人々の意見を取りまとめる間、これと言ってすることのないマッキンターヤとオールセンは村の近辺を巡り歩く間に、のどかな環境と何か不思議な村人たちとの交流で、だんだんと都会の生活を忘れていってしまうのであった。大金を手に入れて偏僻な田舎からの脱出を夢見る。 村人たちとの交渉がまとまりかけたとき、海岸線の一角が、偏屈者の弁老人の所有であることが分かった。マッキンタイヤとアーガートは、弁と土地の買い取り交渉を行うが老人はいくら、積まれても土地を手放すつもりがないらしく交渉は暗礁に乗り上げてしまった。ある晩、なかなか進まない交渉に豪を煮やした村人たちが、弁老人のもとへ押しかけようとすると、 そこに、マッキンタイヤから依頼の報告を受けたハッパーが、ヘリコプターでやってきた。本作品のメインサウンドトラックとなる曲は、Going Home と題され、英国のバンドダイヤ、ストレーツのギタリストであるマーク・ノップラーによる、本作品の様々なシーンにおいて使われている。ローカルヒーローは、スコットランド周辺の数カ所で撮影された。村でのシーンのほとんどは、アバギンシャや海岸のペナンで、 砂浜のシーンのほとんどは西海岸のモラーとアリサイで撮影された。ありがとうございます。